東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターブーム全盛期から現在に至るまで人々の幸福を見つめ続けてきたコピーライター岩崎俊一と、新しい大人の幸福を考えるプロデューサーざんまりえ子によるスペシャル対談。幸福コピー論、人を幸せに導いたコピーの半世紀。こんにちは、ざんまりえ子です。今年は東京コピーライターズクラブ創立50周年という記念すべき年を迎えることになっております。そこで今日は、その、50周年を記念してですね、特別対談をしたいと思っております。お招きいたしました岩崎俊一さん、ご一緒にやっていただきます。岩崎さんは幸福を見つめるコピーという、広告業界以外の方にもとても人気を博した名著の書き手でもありまして、そして東京コピーライターズクラブの会員でもあります。どうですか、この半世紀。やっぱりコピーっていうと最初の頃みんな何のこと言ってるか分からなかった時代から始まってますよね。そうですね、僕がだからコピーライターになる頃ってのも全然世の中にこの職業名ってのは全く知られてなくて、そうですね、うちの親たちもえらい戸惑ってですね、何をするのかよくわからない仕事にどうも息子がついて、この先どう思いやられると食べていけるのかどうか非常に心配してましたね。以来もう34年、私は編集者をやったり、雑誌を作ったりいろんなことをしていて、この東京コピーライターズクラブっていうのはものすごいものだと思っていて、もしかすると世界でもこんなにコピーライターが集まってるクラブっていうのはなくて、だから広告の領域で仕事をするにはまずこうという言葉の世界を特にね、っていうふうに言われてましたね。そうですね、とにかく僕も30前ぐらいだった、29歳だったかなんか覚えてないんですけども、とにかくコピーライターになってからというものを、その TCC と言ってるんですけど、東京コピーライターですけど、TCC に入りたいというやっぱりこう一心でっていうところは、 TCC 新人賞とかね、そうですね、それをがもらえればメンバーになれるということで、ものすごい憧れの会であったことは確かですね。さっきちょっとご紹介した名著幸福を見つめるコピーはい、はい、これは幸福っていう言葉が大変大きなキーワードになっているんだと思うんですが、これ岩崎さんがコピーライターとして貫かれているある種の理念ですか。意識して書いて、それをあれとして書いてきたわけではないんですが、一回その本を出そうということになった時に、ちょっと振り返って今まで のものを見てみたんですよね。そうするとどうもやっぱり、僕が書いてきたものというのが、幸福というのがキーワードになってるなということが改めて分かったんですよね。で、そこでもう一回考えてみると、広告っていうのが何のためにあるのかと、で企業は何のために存在するのかということを考えた時に、これはもう幸福というのが、本の中で書いてる一つ北極星のような存在であると、幸福ということが、企業の活動の目的でもあるだろうし、それから広告が、人々に伝えなきゃならないもの、この商品あるいはこの企業があなたの幸福にどう関係するのかっていうようなことをですね、伝えるのが広告の役割なんではないかなと、そんなことを本を出すのをきっかけにもう一回考えてみると、そこにあったなと、自分が作ってきた、紡ぎ出した言葉たちを並べてみて、少し引いて振り返ってみたら、幸福というのが定流にいつも流れていたなと。さて、この50周年を振り返るにあたりましてですね、50周年プロジェクトのスタッフの皆さんが選んだこの幸福コピーですね、今日幸福コピーという言い方をさせていただきますが、早速順を追って見ていきたいと思うんですが、まずは1960年代ですね、私たちがまだ10代の頃ですね。違いますか。そうでしたね。そうですよ。これはどうでしょう。トリスを飲んでハワイへ行こう。いや、懐かしいと言いますか、この飛躍の仕方がすごいですよね。すごいですよ。トリスを飲んでハワイへ。ただね、どうしてかっていうと、これ1961年ですね、1964年が東京オリンピックですね、でその、4月の1日かな、海外旅行が自由化されるんですよ、だから、やっぱりこれは当時の人にとってははるかに夢と憧れ、だからあの頃はこういうものがやっぱり幸福って
ものがない50年代、でだん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 、まあ、配線の色が少しずつ薄れてきて、というのの象徴でしょうね。今思い出してもですね、やっぱり、まあ僕これ61年でしょ、そうすると小学校から中学校ぐらいですかね、やっぱりものすごい貧しかったんですよ。なんかあの頃の貧しさたるや、結構今から思うとびっくりするぐらいの、でも物的に貧しかったけど、いやそうなんですよ、心の中では比較するものがなかったから、いやこんなもんだと思ってましたね。それやっぱり貧しさが辛くなるのは比較対象とか格差が出てきてからなんですよね。だからアメリカのドラマなんかがテレビで流れ出すとびっくりしたもんね。つまりでもやっぱり海外の情報がホームドラマという形で入ってきたっていうことと、こういう何か憧れの境地に誘うってのはね、関係ありますね。1962年にPCC は創立しましたから、はい、創設以降のものに行ってみますかね、行ってみましょう。太陽に愛されようという資生堂、これはですね、前田美波里さんですよね。そうです。それでね、あれ確か石岡英子さんもスタッフに加わってらして、後に70年代石岡英子さんは女の人の自立みたいなことをおっしゃるんですが、すでにこの時に真っ白い水着と真っ白いこう水泳のキャップっていうんですか、で横たわってるんですね、砂浜に青空、あれもねこちらを見てるんですよね。そう、見据えてるんですよ、でそれまではね、なんか日本の女の人ってやっぱ広告の世界ね、特にまあコピーと言葉と女の人ってすごく近い距離にあるんだけど、太陽に愛されようっていうのは、つまり琥珀色のもう焼けていいんだよっていう白い肌が美しいとされていたのに、褐色の肌でしょ、 そうですね、それから大きい目、見開いた目、それから大きな鼻、大きな口、別にその大口って言ってないのよ、いやああいうね、小型化した女の子を可愛いって言ってた、可愛いとかいいなって言ってた時代から、あの女性の迫力、そうですね、まだ自立なんて言葉はほど遠いんですけども、あれは相当なインパクトを与えて、これね初尽くしがあって、初海外ロケなの。なるほど、ね、ハワイですけど。あ、そうなんですか、なんでそんなこと知ってるんですか。知ってるんです。それからね、初めてポスターが盗まれたっていう、いろんなポスター盗まれますけど、これ初めて盗まれたポスター。いやだから明らかに僕らが恋愛対象だというか、ちょっと可愛いなとかいうね、対象の女の人じゃないんですよ。だって抱き上げられないもん、あんな大きい。いやいや本当に、ね、抱き上げられそうですけど。そうでしょ、あの時の前田美波里さん17歳ですから ね、これはどうですか、森永製菓の大きいことはいいことだ、あの人の山本直澄さんの音楽ですね。そういうことが一つの幸せのなんか形だったんですかね。やっぱりそうね、太陽とかこの大きいこととかっていうのに、だん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 外側に気持ちが向いてってた時代かもしれませんね、それでは続いてですね、70年代ですが、ここら辺からはなんとなく分かりますね。この辺から僕も広告の世界に自覚的に生きてきた、ね、自覚的というよりもコピーライターになってましたからね、70年代、もうなってた、70年、僕70年の卒業ですからね、大学。あ、そうかそうか、万博が終わった年、4月ですね。そうですね、やっぱり1970年の大阪万博、日本中の6400万人が千里の丘に集まったというね、何かが変わった感じはしますね。変わりましたよね、あんな建物見たことがないってパビリオンね、それから外国人をいっぱい見た、生で外国人見た、それからいわゆる水洗トイレを初めて体験した、で、これは空をビューティフルに、ビジネスをビューティフルに、ビューティフルって言葉って結構こなれて使われるようになりましたが、もともとのこれコピーがですね、猛烈からビューティフルにっていうので、センセーショナルに出てきたんですよ、でビジネスマンが猛烈社員とかね、猛烈社員がだから日本がまだ、ある意味じゃ非常にエネルギッシュに、もうとにかくものすごい勢いで働き出した、だからその1965年ぐらいから70年のその高度成長からですね、ずっと景気も良くなって、実質そんなに今思うとそんなに底上げされてるわけではないんだけど、気分は配線っていうようなところから出して、でちょっと違うフェーズに行きかけてた時に、でもね、この空をビューティフルってあるでしょ、空をっていうことはこの頃からすでにもう空汚れてたんですかね。だから多分公害とかそういう問題が出てきて、公害がバンバン出だした頃じゃないですか、これ、よくわかりますよね。そうですよね、それでビジネスもね、だから人生もビューティフルに行こう、
男は黙って札幌ビールってのをご存知でした。知ってますよ、うん、だけどこれもなんだろう、やっぱり男たちが猛烈に働いてるやり戻しとしての、うんうん、うちの中からも求められるもの多くなってるんですかね。ものすごいインパクトのある広告だったんですよ、でも別にこの時代の男がおしゃべりだったってわけではないですね。だからこのね、ある意味じゃあ潔さというか、うん、全くそれ以外に 何も書いてないんですよ。そういろんな言い方や言い訳や思いはあるだろうが、しかし男は黙ってそうだよ、だから男は言い訳するなみたいな話の、うん、なんかそういうことの言われ出した走りかもわかんないですね。そうかもしれませんね、ということはちょっと言い訳が多かったんですよ多分。で言いたいことが多分ね積もってた時代だと思いますね、うんはいはいはい、そうですね、はい、それからこれもちょっと衝撃的でした。愛情はつらつ、私たちは、まあ、一応くくりとしては戦後のベビーブーマーズですけど、うん、ニューファミリーって言われて、実はニューファミリー幻想は我々が打ち砕いたとも言われてるんだけど、うん、この辺はそのニューファミリーの元祖なんですよ。だって昔ね妊娠している今は結構イクメンだの何だのって言いますけど、うんうんうん、頃お腹の大きな奥さんの手をつないで歩くみたいなのはね、そういう絵だったんですか。そうですよ、写真はお腹の大きな臨月に近い人と手つないでるんだけど、なんかあの頃って男の保険に関わるみたいなね、なるほど、あんたがこういうお腹にしたんじゃないのみたいな、おいおいそういう人がニコニコ笑って幸せそのものみたいな、うん、でこれは丸いですから、ね、ゲップがクレジットっていう、うん、借金っていうものが借金ではなくて未来への投資みたいになったのが、うん、大体この辺りですね、うん、こんにちは土曜日くんはどうですか。僕はね、うん、こんにちは土曜日くんとか金曜日はワインを買う日っていうのはね、これについてはものすごくよく覚えてるし、うん、いいと思ったんですよ、うん、というかこの頃やっぱりね日本は若くて青くて非常に元気で希望に満ちていたんですよね。だから具体的に土曜日がお休みになった、そう具体的に土曜日っていうね、うん、ものが休みになって時代が変わったんですよね、うん、で本当に週に1回の休みしかなかったものから週に2日間休みがあるっていうことが全く根底から生活が、まあ、変わったわけですよね。だから金曜日の夜はワインね、だから金曜日はワインを買えるんですよ、ワインを飲めるんですよ。でこういうふうにことほどさように具体的なんですよね、うん、言葉が抽象的なことを何一つ言ってなくて、この頃って岩崎さんどうなんですかね。例えば、うんまあ、言葉っていうのは人を呪縛するものもあれば、うん、人をこうなんか駆り立てるものもあって、うん、で言葉によってそっちの方向に向かうこともあれば、うん、ある方向に向かってるのを捕まえて、うん、コピーライターが形として見せてくれるってなるけど、うんこれはまだそういう兆しはあったけど完全に土曜日にとか金曜日にみんなワイン買えるわけではない。土曜日がねとにかく休みになるっていうことがみんな一般化はもちろんしてきたんだけれども、うん、その土曜日をどう使うかなんてことは誰の頭にもなかったわけですよね。なるほど ねそうですね。でだから土曜日はこんな風に使おうということの提案でありね、うんうん、だから非常に土曜日が楽しいぞみたいな話をしてるんじゃなくてこんにちは土曜日くんと言っただけで、うん、なんかこう時代が輝いているっていうね、やっぱり言葉によって誘われたんですね、だからこの後に出てくる広告を見るとね、分かってくるんだけどこの頃はまだこうやって非常に、ねうん、無邪気だったですよね。あなるほどね。ちょっとじゃあ後半見てみましょうか、70年代の後半に行くとどんな風になるか。おお、ね、これは私は影響されましたね。ちょうど20代でした。ここは強烈なメッセージだったですね、うん、だからこういうメッセージ性というものが広告が明らかに そうですね、それ持ち始めた、コピーが持ち始めた。このパルコのね、うん、裸を見るな裸になれというのは、裸を見るなっても男に言ってるわけじゃなくて、つまり傍観者でいちゃいけない、はい、当事者になりなさいってことですね、はい、それがその次のこれもパルコですが死ぬまで女でいたいんです、はいはい、女っていう言葉はなかなか強烈で、うん、広告の世界では女性っていうことでは出てきても母とか娘っていう妻とかが出てきても、女でいたいみたいなのはねなかなか出てこない。この辺はどういうふうに受け止めてました、幸福家の、いやもうとにかく幸福家のコピーライターとしては、パルコっていうのは、この頃まあ堤さんが全体の広告を見ていてですね、うん、非常にまあ人文学者ですから、ともかく表現というものの何が一体強くて何がダメなものなのかっていうことについてはもう
先刻ご承知なわけですよ、うん、で女っていう言葉を使っていいとか裸っていうふうな、ん、もう非常に企業が嫌がるような言葉をですね、全然構わずに出して、うん、死ぬって言葉もタブーですよ。そうですよね、全部ねタブーが入ってるんですよ。なるほど、ね、それをとにかくコピーがメッセージを持ち始めた一番最初の頃じゃないですかね。うん、でまあ流行ったんですよ、その女性を週刊誌を閉じなさいっていうのも、女性をテレビを消しなさい、消しなさいっていうのも、そのそういうメッセージ性の一つ、ね、女は大学なんか行かなくていいと言って育てられた女たちが、うん、まあ、ちょうど大学を出て、はい、結婚を意識するようになった頃に、はい、女性を週刊誌を閉じなさい、女性をテレビを消しなさいっていう、うん、でもともと感度のいい女性たち、つまりその何かを表現物にあった時に男よりはるかに反応する女性たちが、うん、消費の中心になってきた証拠でしょうね。そうですね、うん、この後80年代まさに消費の主役が女になってるんですが、ここでね多分ね女性性的なものっていうかね、うん、セクシーとかっていうことがね、うん、表に出てきてんですね。セクシーねっていうのが褒め言葉になるっていうのはそんな昔じゃないですよ、はい、で一方でね、うん、まあ、さっき新しいライフスタイル提案をした丸井が、はい、70年代も終わりになって一、うん、人より二人っていう、まあ、ちょっとこう逆行するような、これもまたでも大変話題になったんですよね、いやだから、まあ、言葉自体がね、うん、非常に研ぎ澄まされというか余計なものがないという強さがある。これはまずコピーの佇まいとして非常に綺麗ですよね、でさっき愛情はつらつがありましたけれども、はい、非常にこう愛を家庭、それも家庭の愛、家庭の愛っていうものが非常にこう肯定的に見られている、愛情はつらつもそうですよね、うん、若い夫婦っていう一人より二人もこれもやっぱり、そういうふうに健全なカップルっていうふうなこと、うん、私はねこれをコピーを見ながらね、うん、一人でいる寂しさよりね二人でいる孤独の方がねよっぽど寂しいよと思ってねふてくされて見てましたさて80年代に入るんですが、ザマさんが山口百恵さんの青い時っていうのをプロデュースされたのこの頃です。そうですね、桃ちゃんが21歳で引退したのがちょうど80年ですね、うん、そうなんだ。だからあの頃は何なんだろう、そのちょっと前にね70年代、うん、まあ、強い女っていうのが出てきたかに見えたんですが、うん、実際にはそれはマジョリティではなく、はい、まだまだマイノリティだというね、はい、気持ちの上で、あるいはその広告のある手法で強い女たちを表に出そうっていうのがあったんですが、はいはい、うん、やっぱり等身大みたいなところで言うと、まあ、桃江ちゃんが、スポットライトを浴びてるところからですね、うん、温かな家庭の明かりのもとに去っていったみたいな、うん、そういうところになんかこう、まあ、揺り戻しとはちょっと言わないけれど、はいはい、そこってかなり等身大になったってことなんですかね。だから、70年代の時にあれ角川さん、うん、角川とかパルコとかで拍手喝采してた連中がこの桃江ちゃんを見せられてちょっとショック受けたんじゃないですかね。だって桃井ちゃん自身がそういう女を演じてたでしょ、うん、80年代の前には。そうそうそう、引退する前は歌の、ね、バカにしないでよとか ね、言ってたわけだから、あんな強い女の子も一人の男の人の、まあ、元にそれを幸福と呼ぼうっていう形で言ったわけですよね、だからここに出てくる80年代の、ね、言葉ね、好きだからあげる、うん、少し愛して長くして中畑さんか、はい、美味しい生活一度振られていらっしゃる、こうあるんですが、はい、男女の愛情みたいなものがですね、うん、もう一回、まあ、テーマになってるんですけども、 その愛され方が結構 リアルなんですよね、うん、僕はこの年代見てやっぱりね、あ、世の中が成熟してきたなって感じがすごいしました ね、 非常に単細というか、うん、彩りが割とこう淡かった時代の幸せからですね、非常にちょっと色味が濃くなってきてるんですよね、官能的なんですよね。岩崎さんのこの一度振られていらっしゃるのこの一度の点ね、この点の岩崎点を書く、まあ、それはこれはどういうあれだったんですか。いやだから強調したかっただけですよ。うん、この女のセリフでしょ。女のセリフで、ね、太一喜和子さんです ね一度振られていらっしゃいっていう、それでね、やっぱり非常に美味しい生活にしてもそうですけど、美味しいっていう言葉が非常にやっぱり官能的ですよね。そうですよね、だから単純に生々しい、愛情はつらつみたいな時のですね、非常にこう清らかな、すがすがしい愛情から、やっぱりこう
やや成熟した乱熟した、そういうものに世の中が変わってきてるな、少し欲望がやっぱりこちら側に透けて見えるようになってきたっていう時代かもしれないし、欲望を肯定してますよね。そうですね、ある程度 ね、うん、でこの少し愛してもそうだし、好きだからあげるもそうだけど、まあ、全部その愛情がいろんな形をしてるんだってことにやっぱりこうなってきてますよ ね。一つの形じゃないんですよね。だから結婚したら幸せ一本道をまっすぐ何の滞りもなく行くんじゃなくて、時には暗礁に乗り上げたり岩場が待ってたり谷底があったり、でもまあその気なら一度振られて戻っておいでみたいな、だから少し愛して長く愛してなんかは、非常にそういうその山あり谷ありなんだよっていうことをまあ言ってるわけですよね。一度振られていらっしゃいも、やっぱりそのまんますくすくとなったものは途中で挫折したらひどい目に遭うわけだから、ちょっとぐらい苦労しろよっていうことですよね。でもやっぱり言わせてる、その大志清子さんに言わせてるあたりがひねりよね。そうですね。ね、岩崎俊一の敏腕な相棒岡本欽也が街で見かけた幸福コピーを語る。岡本欽也、街の幸福コピー。こんにちは、岡本欽也です。私の師匠である、岩崎俊一さんが、今回、幸福コピー論、それを社会的な視点や、時代的な視点から、取り上げているようなので、僕の方は街中にあるささやかな幸福コピーを取り上げてみようかなと思っております。まず一つ目は手もみ、実は足も得意です。僕このお店には何度かお世話になってるんですけど、まずネーミングが、手もみというネーミングがすごくいいなと、思ってました。ただ手もみだからみんなやっぱりこう手を揉んでくれる店なんだろうなというふうに、多くの人が誤解しているような状況があって、それに対して実は手だけじゃないですよということをこう素直に語っていて、あ、そりゃなんかそうだなと見た瞬間、すごく納得しました。2つ目は、これは秋葉原にある、とあるビルに、かかっている上りです。で、コピーは仕事の能率アップは昼寝からと書いてあります。昼寝をさせてくれるお店ってなんか時々今あるみたいなんですけど、なんか昼寝っていうとなんかすごい会社サボって、昼寝っていうと会社サボって悪いことするみたいな、そういうイメージあると思うんですけど、それをひっくり返してすごく前向きに語っている、サラリーマンを応援してくれるような、そういういいコピーではないかなと思ってます。これは青山通りにある、お店の看板なんですけど、唐揚げ好きの僕としては、見た瞬間虜になったコピーです。で、唐揚げって、揚げたてが一番美味しいわけで、そのなんか今まさに揚げているという、ライブ感が出ていてかなり好きなコピーです。はい、今回紹介したものは本当に街の中にある名作コピーのほんの一部なんですけども、見た瞬間少し温かくなるような、ものすごく前向きに捉えている、その姿勢が素晴らしいなと思います。明日はどんな言葉を届けよう。